はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の新しいシリーズです。死守シリーズ第1弾お送りします。で、まあ、タイトル見てもね、なんじゃこりゃみたいな感じがすると思うんですが、簡単に言うとですね、実際の受験問題、あとは模試とかで実際に出題された中でも偏差値が高いところを目指している子、ちょっとね低め、まあ、同じけど中間とかわからないですけど、どんな子たちでも受験生だったら絶対に取れるようにしようねっていう問題を取り上げていきます。これが死守シリーズです。で、他にね、小問集合のシリーズと若干被ってしまうんですが、小問集合はちょっと難しめな問題とかも入ってくるんですけど、基本的にはこんな感じの計算です。で、まあ、みんなが住んでる、都道府県の地域がね出なかったら本当に申し訳ないんですけど、今自分が、15都道府県の公立入試今解き終わって、まあ、解き終わってでも何年か分しかやってないですけど、やってて、やっぱり数学って最初の6問から8問がこうやって計算が出てくる地域がほとんどなのね。なので、その部分を取り上げていきます。で、なんでこのシリーズを始めたのかっていうのは、ハイチのダラダラジオっていう動画も撮ってるんですけど、それの166回で喋りますので、まだアップしてないんですけど、これアップしてる時は。なので、もしよかったらそっちもね、聞いてみてください。では、今回はね、この8問です。で、さっきも言ったように、絶対全部取ってください。もちろん、今から解説やっていくんで、解き方わかんないっていうのがあれば、この後の解説を見て、できるようにすれば OK です。それは問題ないんです。で、例えば数学が得意だったり、ちょっとね、もう自信もこんなん余裕っしょ、みたいな方もいると思うんですよ。で、あれば、いかに早く、確実に解けるかっていうのにチャレンジしてみてください。で、このシリーズのみ、右上に丸はってここにあるんですけど、これ自分が、俺が、ガチで解いてやった時間です。1分12秒でした。さっき測ってやったらね。で、大事なのは、早く確実です。絶対に8問全部当てるぞ、という気持ちでやってみてください。まあ、これはタイムアタックじゃないんで、参考程度で構わないんですけど、もしよかったら、そんな感じでやってみてください。で、ちょっとね、長くなりましたが、いつも通り、この後ね、解説やっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、下げますよ。いくよ。よいしょ。行き過ぎた。これいいかな。よし。で、さっきも言いましたけど、まあこう基礎的な内容なんでね、例えばそれができなくて落ち込むということがねあるかもしれないです。見てくれてるこの中で、例えば数学が苦手だったりしたらね、落ち込む必要なんてさらさらないからね。できないことがあったとしても、それをできるようにしたらそれでいいの。だってこの動画を見てるとき試験本番じゃないんだから、みんなはそれは気にしなくていいの。ただ、できなかったことを放置するってのはやめよう。せっかくできないことを見つけたんだったらね。という思いも持って取っております。じゃあ、まず1番いきますよ。で、普通に計算です。ね。で、まあ、ルールとしては、括弧の中から計算するのがルールなの。だから、7-4 を先にやって3です。つまり、24÷3 なので8だよね、と。で、このシリーズ、まあ、これからね、結構撮っていこうと思ってるんですけど、いや、もう舐めるなと。本当に思う方いるかもしんないんですけど、実際にこれっていうのは3点とか4点もらえます。ほとんどの地域でね。ケアレスミス1個で3点ですよ。このレベルで。絶対に落としちゃいけない。さっきからしつこく言ってるけど、とにかく確実に取るっていう。それを大事にしてください。意識としてね。で、次、分数の足し算です。これは、下をね、通分する必要があるから、2と5。これを通分すると、10です。10分の足す10分の先書いちゃおうか。で、5倍するから、2を10だもんね。1を5倍して、5。こっちは2倍するから、4。で、10分の分子だけ足すから、9。これで、OK だと。はい、どんどん行きましょう。で、次ですね。これね、地味に間違える子出てくるんですよね。入試の時、緊張感の中でやると。これは足し算と掛け算なので、掛け算が先です。7-3を先にやって4、4×4 で16。これが引っ掛けです。間違える一番多いパターンだね。ではなくって、ここ。-3×4 先にやるから、ここ -12 です。で、7+-12ってなるので、答え、-5と、こうなります。で、次。まあ、カッコね、最初にあるカッコは前に数字も、マイナスもないので、そのまま外しちゃってください。
5x-y で、このマイナス3は後ろに配るからね、カッコの前にくっついてるんで、配ってあげるからマイナス 3x、 こっちもマイナス3配るから 15y、 配るって掛け算でね、配ってください。で、 x 同士計算して 2xy 同士を計算するから 14y、 これで終了です。X と Y 文字が違うからね、足し算はできませんので、ここでストップ。で、次が、連立方程式ですね。どうしようかな。赤だから次青にしようか。で、この形なので、まあ、代入法の方が楽っちゃ楽です。ただ、加減法の方が慣れてるって方も多いと思うので、加減法でも構わないです。例えば上の式を 3Y を左辺に持ってきて、マイナス 3Y にして、まあ、X か Y、数字揃えて解いても OK なんですけど、まあ、せっかくなんで代入法で今回解いてみます。代入法は、今、X イコールって形になってるので、この X、ここね、ここに 3Y-2 を入れちゃえばいい。これが代入法。で、やっていくと、4、カッコね、必ずカッコをつけて代入します。X のとこにこれを入れると。で、マイナス 7y。ごめん、外が工事って言うとうるさいけど。こうなります。で、あの式 y しか残ってないので、あともう計算する。4を配ります。こう。で、y 同士計算したら 5y です。マイナス8、右辺に持ってくとプラス8なんで、プラス8と2で10になります。だから、y は2となります。で、この y を、y イコール2をどっちかの式に入れて、あとは解く。で、これはまあ上の方が簡単です。上の、ここ、y の部分に2を入れてあげると、x イコール 3×2 なんで、6、マイナス2、つまり4になるから、x イコール4、y イコール2、これが答えになります。で、この y イコール2をさ、代入するときに、たまにね、ここに2を入れるときに3たす2っていく子がいます。5みたいな。じゃなくて掛け算だからね。3y っていうのは 3×y なんで、掛け算で計算してください。で、次、ルートです。ルート32、マイナスルート8プラスルート2です。ルートっていうのは、足し算引き算、加法減法に関しては、中身が同じじゃないと計算できません。だから、ルート32引くルート8で、32引く8が24だから、ルート24みたいな。ことはできないです。これは禁止ね。じゃあどうするかっていうと、直します。ルートっていうのは基本的にボーンって出てきた時に、直せないかな？直すっていうのは、ほにゃららルート、ほにゃららに直すっていう。直せないかなっていうチェックしてください、必ず。で、やっていくと、32っていうのは 16×2 なんです。で、16っていうのは四死16なんで、4ルート2と同じになります。ルート32は。で、マイナス、ルート8。8っていうのは 4×2。4が2、2が4なんで、2が出てくるから、2ルート2。プラス、これ直せないから、ルート2です。で、こうすると、中身が全部ルート2で揃いました。で、そしたら、まあ、x と同じように考えたらいいんですけど、4x、マイナス 2x、プラス x みたいなね。ここにくっついてる数字が4とマイナス2だから、2になります。2と1があるから3になります。だから3にルート2がくっついて、これで終了と。で、このシリーズはですね、あんまりこう、詳しく説明しないようにはしようと思います。ちょっと端的に短い動画にできればしたいので、なので、例えばルート、今の説明聞いてね、いやいや、なんで16だから4ルートに意味わからんわ、みたいに思う方もいると思うんですよ。いたら、じゃあ、まあ、自分の動画でも構わないですし、もちろん他のね、教材でも構わないので、ルートの足し算引き算のところをもう一回勉強し直そうみたいな、風に思ってもらえればいいかなと思っております。なのでちょっとね、シンプルな説明になりますけど、そこは許してください。で、次が因数分解ですよね。で、この因数分解なんですが、これは、ほにゃららの2乗マイナス、ほにゃららの2乗、この公式を使います。で、これは、丸と三角で書きましたけど、丸足す三角、カッコ、丸、マイナス三角と。これが公式です。で、今、こっち側は見てわかるように、x の2乗なんです。
じゃあ右側は何の2乗って。36は6の2乗でしょ。で、y は当然 y の2乗なんで、6y の2乗なんですよね。右側は。あ、300で書けばよかったね。だから、x の2乗マイナス 6y の2乗なんで、あとは公式使って、x プラス 6y、x マイナス 6y と。これで終了です。で、最後、方程式は二次方程式ですね。を解きなさいと。で、方程式、等式ね、ごめん、解きなさいって言われたら、今 x 使ってるので、必ず x イコールほにゃららになります、答えは。方程式っていうのは。イコール0あるからね、最初からね。で、これが因数分解しなさいだったら、この因数分解した形で OK な。いいかな？方程式を解きなさいは必ず x イコールほにゃららです。もちろん a を使ってれば a イコールほにゃららになりますけど、まあ x がほとんどですよね。で、このタイプ二次方程式なので、あ、因数分解したいなと思うんですけど、因数分解できないんですよ、これ。じゃあどうするっていう。因数分解ができないんだったら解の公式使おうかっていう流れで持ってってください。で、解の公式ね。一応ね、この辺書いとくか。x イコール、これは必ず覚えようね。よく出てくるから。2a 分のマイナス b、プラスマイナス b の2乗マイナス 4ac です。慣れれば覚えられるから、ここでね、きつい子はきついって思うかもしんないけど、言ってたら覚えるから、絶対。で、それを使ってやっていくと、x イコール、a が今ここの1です。で、b がプラス7、c がプラス2を使います。なので、2a 分の 2×1 なんで、2分のマイナス b、b が7だから、マイナス7、プラスマイナス、ルート b の2乗だから49、c って四熟ね。マイナス 4ac はマイナス 4×1×2 って考えるので、マイナス8になります。で、必ずルートの中身を簡単にする。で、今41なんだよね。で、ルート41ってほにゃらルートほにゃららに直せないので、あとはそのまま。2分のマイナス7プラスマイナスルート41と。これで OK です。もし、ここが直せるようだったら、直さないと罰になります。ルートの中身ね。そこも気をつけてください。といった形で、今回この8問でございました。でですね、最初に言ってもよかったんですが、さっき、最初にもね、ちょっと話したように、例えばもう解けてこのぐらいできるわ、みたいな。でも、そう、例えば、確実に早くっていうところを意識してやってくれてる子なんかは、できればですね、こうやっていくじゃないですか。これ、そうじゃない子もぜひね、参考にしてほしいんですけど、自分がよくやる方法で、問題用紙ありますよね。今回みんな画面で見てるんで、用紙はないですけど、解いてて、ちょっとね、解いててだよ。あれ、これ、もしかしたら計算ミスする可能性あるな、自分みたいな。感覚が出てくるときあるんですよ。例えば、これは絶対大丈夫だろうって思うときと、やっぱ計算ミスしたかもな、みたいな。そしたらですね、例えば、解きました。いや、絶対いけてるわ。これ、ブースでもちょっと苦手だからな、若干不安、三角みたいな。これ、これでもあれだろう、掛け算と足し算の順序引っ掛けてるから、大丈夫、いけるみたいな。これもいけてる。連立、多分大丈夫だけど、若干怪しいかな、みたいな。こういう印をつけながら自分やっていきます。実際のテストでもやります、自分は。で、なんでこれをやるかっていうと、全部終わりました。残った時間わかんないですよ。わかんないですけど、やり直しは必ずやります、自分。残った時間全部使って。その時に優先的にやるのがここです。先にやり直しをするの。で、数学の計算ミスのやり直し、計算ミスを減らす方法、ケアレスミスをね、減らす方法は、自分が解いた流れをもう一回チェックするんじゃないんです。じゃなくって、計算した部分をもう一回消してって消さなくていい。ごめん。隠して、隠せなかったら、この問題を違うページに移してもう一回解くんです。基本的に自分が解いた流れを目で追っても、さっき考えたことなんで合ってるように映ります。ではなくって、もう一回まっさらな気持ちで解き直すんです。そしたら、あれ？さっきと答え違うんだけど。ってなったら気づけるから、そこで初めて。で、もし2回ともミスってしまったらしょうがないんです、それは。しょうがないから。でもそれでもやってって、あれさっきとちゃうやん。あ、ここミスってる、みたいな。気づけたらいいじゃん。それで3点、4点増えるんだからね。っていうのをぜひやってもらえたらと思います。
で、ちなみになんですけど、このテスト、入試で、ね、実際使わせてもらってる入試は50点満点のテストだったんですよ。入試でね。で、ここの8問、これ実際では8問なんですけど、これで16点です。1個2点で。だから50点中16点なんで、単純に2倍したら100点中32点分なんです、ここ。もちろん、100点配点にしたら4点にはしないと思います。きっと3点になると思うんですけど、それでも、ハッサン24点なんです、ここだけで。いい。だから、それだけ大事なの。こういうところっていうのは。なので、まあ、もしね、この話をしても、いやいや、言うても時間の無駄じゃん、みたいな。思う方は見なくて大丈夫です、このシリーズ。でも、それでも、この一問一問大事に取っていこうと。まあ、計算ミスとかをね、チェックするにもいいかなと思ってもらえるんだったら、ぜひ、このシリーズもね、使ってもらえたらと思います。では、最初と最後にね、いっぱい話したんで長くなっちゃったんですが、ここまでね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、引き続きね、この刺繍シリーズ、また撮りますし、他のね、単元も、も撮っておりますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。